今回紹介するのは「10万円から始める後輩当株投資術」という本です。初級者向けの領書細かく書を分けて説明してくれているのはグッとダラダラと書かれていると集中力のない私はすぐに読むのをやめてしまうからこの書き方は良かった。著者にとっては、 不動産と銀行の株はおすすめしないとのこと。のこ確かに最近の上げは多業種よりも小さいが今後景気上がってきたら期待できると私は思っているのでその目線の違いのため星は厳しめに3つにした高配当の典型例が金融関連会社だから。 安い時に大量に仕込んで放っておくのはいいと思うんだが儲けている人が共通して強調しているがコツコツと何回かに分けて買えというアドバイスは良かった初級者はこれはいけると思ったら予定資金目めいっぱいを一度に買ってしまうがそれはやめた方がいい株はどんなにいいと思っても下がったり上がったりを繰り返すし それをうまく当てることはほぼ不可能だからだ。から面白い観点だと思ったのは西洋業種の競争な会社をあえて買いに行くという発想いずれ弱者は淘汰されて強いものだけが残るとその会社の一人勝ち限られたパイの層取りが実現になって業績が回復することに期待するという考えなるほど太陽光発電やカラオケ 出版なんかにも当てはまりそうだ。後輩等がどうのという小さい観点だけではなく、著者の今までの経験がたくさん散りばめられていて、今後の投資に役立ちそうだが、強いて言うと、もう少し失敗例を出してくれてもよかったと思う。著者はメルマガも発行していて、なかなか有用な情報を出してくれている。そこでも失敗例も挟んでくれれば。 より良くなると思うちなみに中上級者の自分にとっては一作目の「氷お宝株からの方が得ることが多かったこれからもいい本出してください以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします